対話型 AI、人工知能のチャット GPT を手掛けるオープン AI で、企業の取締役会にあたる理事会からマイクロソフトが離脱すると欧米メディアが10日報じました。マイクロソフトとオープン AI の提携が、AI 市場での支配力を強め競争を阻害するとの懸念を示す欧米競争当局への対応とみられます。